LOL からのプレゼントでした。サンサンサマーのさ、スカートに似てる。本当だ、完全にサマってる。結局これかびしょびしょです。浴びに出ようか。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネルのババです。ママです。オープニングね、パパママしかいないって。噛むな。パパママしかいないときはそう、ドッキリでございます。何のドッキリというと、はい、こんなでかいスーツケース届きました。中身は何だろうなと思って、これがついていました。ハロー、いつも LOL サプライズを応援してくれてありがとう。 LOL から感謝を込めてみんなにサプライズをプレゼントするね。このケースを開封するヒントは LOL、 じゃあ楽しんでみてね。ぽーい、ありがとうございます。はい、 LOL サプライズさんからサプライズなプレゼントをいただきました。はいはい、この中になんかね、 LOL のね、いろんなものがね詰まってるらしいんで、そうね、まーちゃんおーちゃんに内緒で開けさせて、すごーいってさせたい。言ってくれるかな。わかりません。でもあの二人はずっとね、自分たちのスーツケース欲しいじゃん。うん、じゃあこれを買ったからパッキングしましょうみたいな。そうだね、パッキング動画ね、一応やったことないから、はい、パッキング動画しますって言って開けたら LOL いっぱい。おお、いいね。ただね、鍵の番号のヒントがほら LOL ってあったじゃん。 あれどうしようかなと思ってるんだけど、誘導するしかないかな。 LOL で言ったらもうバレるよね。そうそうそう、あのガチャガチャやってるうちに偶然に開いちゃうのが一番いいと思ってるんだけど。あ、なるほど。それで開かなかったらちょっとパパが誘導してあげてください。任せとけ。はい、今日のドッキリは大成功の予感がするね。嫌な予感。じゃあ、ドッキリスタート。みなさんこんにちは、ひまわりチャンネル。まーちゃんと、もーちゃんと、みるちゃんと、さしちゃんと、みーちゃんと、みーちゃんと、ババドー、ママです。イエーイ、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。家族みんなで楽しく見てね。見てね。学校の体育館で転びました。いきなりプチ情報をぶっ込んでこないでください。まーちゃんはプチ情報。じゃあじゃあやっていきたいと思います。まーちゃん、私も転びましたでしょ。私も転びました。転んだよね、理科室でね。転んだの？誰でも転んだよ。あ、そうなんだ。いや、なんか私はその流れでパパがなんかボケるのかと思った。今日ボケません。え、まーちゃんまーちゃんね、はい、ずっとスーツケースが欲しいって言ってたんで、うん、とうとう買ったんですよ。うぅー、はい、で今日はね、パッキング動画やっていきたいと思います。まーちゃんまーちゃん二人だけでやってもらうからね。そうね、旅に行くとき何を詰めるのか楽しみだね、皆さん。まーちゃん何持っていくの？私は、はい、家を持っていきますね。そしたら忘れ物ないもんね。ねえ、うん、ま、楽しみですね。何を楽しみだよ。まあ、いつもママとパパやってるの見てるからできるよね。うん、ね、持ってくれよ。ひまわりオリジナルグッズ売ってるよ。オリジナルソングもダウンロードしてね。うわあ、ああ、足が、足が箱ごとっすか。もう中からスーツケース出してください。重いかもしれない。まーちゃんおーちゃんにはちょっとね、いける。うわっ、あ、すごい、お、すごい、パパ手伝ってまだ動いてない。いいよ、ちょっと頑張らせてみる。あ、ほんと、2人で何とかできるんじゃない。え、すごい、すごい、お、考えてるね。人類進化してるよ。規模でかいの。お、出ました。どうですか、まーちゃんおーちゃん、このピンク色のケース、どうですか、かわいい、気に入った。うん、めっちゃ入るね、これね、入れ放題じゃん、何でも持っていけるよ、これ下手したら王ちゃんが入るんじゃない。もう開けてみよう。うん、じゃあ開けてください。鍵かかってっぽいんだけど。え、どれどれ、鍵かかってんね。じゃあ全部8開けました。開かない。もうちょっと別の数字にしてみ。開かないよ。
なんで開かないの。え、ちょっと待って、これだってさ、食器の設定でしょ。そんな難しい数字じゃないと思うけどね。え、じゃあちょっと、おーちゃん好きな数字3つ言ってください。はい、うん、おーちゃん好きな、お、え、取れた、取れた、取れた、無理やり取れたんじゃないこれ。なんだろう、なんだろう、おーちゃんの誕生日9月14日。9月14日、うまい、違うね。じゃあまーちゃんの誕生日、え、まーちゃんの誕生日5月9日5月9日。なんで、もうちょっと入れてみようか。707、なんか光ってるもの入ってるよ。光ってるの、あ、あ、開いた。え、707で開くの。簡単やん。なんでこんなのに気づかれたの。なんで707だろう。オッケー、開くよ、せーの、じゃん、うわあれ、なん、え、なにこれ、風船。なんでこんなの入ってんの。かわいい風船入ってた。どういうこと。ここもなんか入ってるよ、なんか入ってる、見て見て、え、なにこれ。7、1、2、5、6、4、あ、順番に開けろみたいな。1個目、3、3、3、3、3個目、4、5、6、7。7大きいな。こういうことじゃない。え、あら、まあちょっと大人声やろ。え、ちょっと早いな。え、ま、え。全然驚かないの。え、普通になんかそういうスーツケースかなって。なわけないでしょ。何普通に並べてるんだ。だってありそうだもん、そんなの。普通、わー、ドッキリ。言えない言えない。わかった、これを開けてそれを詰める。中に入ってるのは何ですか。LOL みたいな。 LOL?、うん、ちょっと1個開けてみようか。じゃあ、おーちゃん2個目開けていい。よいしょ。おー、ティッシュ、かわいい。ティッシュだ、LOL のティッシュだ。え、何それ、おーちゃん。なんかポーチだね。あ、すごい、LOL のポーチと自由帳。かわいい。あと2つ入ってる。まだ入ってる。付箋、ペン。文房具セットだ。というわけで、はい、パパのネタバラシがめちゃくちゃ失敗したと思うんですけど、これはてってれー。え、まーちゃんおーちゃんへの LOL からのプレゼントでした。イエーイ。え、すごい、え、すごい、開けよう、開けよう、待って待って、ドッキリ。言えない言えない言えない。中途半端。なんかせめてこう、LOL だって言うまでは待ってようかなと思ったんだけど、こらえられなかったね。すいません。大成功、イエーイ。大失敗。あ、何これ。あ、じゃあどんどん開けていきます。あ、これなんか LOL の UT、 着てみよう、着てみよう。靴下あった、かわいい。え、靴下いろんな種類がすごいある。めっちゃかわいい、めっちゃかわいいじゃん。すごいすごいすごい。え、何種類あんのこれ。え、めっちゃ出た、かわいい。わ、すごい、8種類。え、全部かわいい。全部出たことある。確かに。おーちゃんも T シャツ着てきて。はい、オッケー。はい、2人とも来ましたよ。はい、はい、立ってみせて、立ってみせてね。ちゃちゃらーん、ちゃちゃらーん。あ、後ろに模様が入ってる。おーちゃんのレアじゃん、レア。そう、レアだよね、レアキャラだよね、これね、レアキャラ、うん、後ろはなりまーし。まーちゃん、胸のところにね、入ってます。イエーイ、イエーイ、おしゃれ。さっきに5番いきましょう。はい、すごい気持ちいい、これ。なんだろう、ふわふわしてるの。人形とかじゃない。あ、違う。お、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 スウェット、ズボン、もしかしてパジャマかな。あ、おー、おー、かわいい。あ、お、あ、おーちゃん違う色だ。すごい、パジャマじゃん。これからの時期にめっちゃいいじゃん。ちょっと当ててみて。え、かわいい。当ててみて、当ててみて、かわいい。ほら、あ、いいじゃん。今日これ着て寝ようよ。
いいね、それ。いいね。普段着でもいけそうなの。確かに。めっちゃ気持ち。これさ、洋服にもさ。なりそうだね。そのぐらいなんか生地がしっかりしてる。すごい。すごい。じゃあ。ロエルのグッズいっぱいくれたんだね。嬉しい。ねえねえ、本当にさ、スーツケースにさ、もらったやつを詰めたい。あ、なるほどね。本当にパッキングしちゃうのね。そう。いけるね、それでも全然。いけるかも。はい。次は6番。え、なんかすごいシャカシャカ言ったよね。シャカシャカ言ってる。シャカシャカ言ってる。なんでしょう、6番は。7つのサプライズが入ってんだね。エルだからね。あぁ。7を逆さにしたら、エル。エル。あっ、めっちゃキラキラしてる。ビーズアクセサリーブックだって。すごい。LOL のブレスレットとか作れるのかな。すごい。これ作りたい今。見て、これシールとか。ちょっと待って、これパカって歩くんだけど、ほら、パカー、開くやん。お、すごい、キラキラ。チャームが LOL だよ。めっちゃ可愛いじゃん。あといっぱいビーズ入ってる。出してみて。シールが、シールが置いてけぼりだ。あれ、まあ、ここに入ってたのかな。うん。あ、すごい、これキーホルダー作りじゃないの。あ、こういう風に作れるよ。どういう風に。これが中身だね。あ、中身ですね。じゃあ後で作ってみて、ね、オッケー。あ、はい、じゃあ開け終わったら作ろう。そう、開け終わったら作りましょう。じゃあ最後、はい、おっ、最後のサプライズ、どう。最初に一番大きいよ。せーので、なんでしょうね。めっちゃでかい。どっちが引っ張るか間違えた。何これ。え、いっぱい入ってる。サプライズボックス。サプライズボックス。本当だ。せーの、うん、おっ、おっきい。サプライズボックス。あ、すごい。開けてみよう、開けてみよう。どっちから開ける。ちっちゃい、ちっちゃい方から。こちら出して、ハッピーデイって書いてある。ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーデイ、ハッピーライフ、ハッピーホー、タマホール。お、剥がすとき、ゴリラみたいな顔してたの。じゃあ、蓋開けるよ。せーの、あー、あ、なにこれ。買い物、買い物カゴがあるけど。確かに、ほんとに買い物カゴ。これは、あ、ミントってるやつじゃない。パーティーって書いてある。パーティー、帽子、帽子、あ、そういうことか。こんな感じ。なるほど。こういう風にね、かぶる感じだよね。パーティーって書いてある。あ、似合ってる。じゃあ中身も出すよ。はいよ。お、なに、またなんかいっぱい入ってる。じゃんじゃんじゃん。お、お、シールに4って書いてある。うん、これね、いつもね、なんか忘れないようにね、腕に貼っとく。はい。これは何かのヒントだね。中身のヒントだからね。ヒント。お姫様と4と太陽。なんだろう。まーちゃんは？お姫様と4と太陽。一緒。一緒だ。うん。ラインナップはまだ見ません。何袋あるの？お袋あります。6じゃないですか？手に持ってるやつ。24。あ、そう。24。せーので。え、なにこれ。あ、なにこれ。あ、おーちゃんのこれスカートかな。あ、お洋服。あ、ブラジャー。めっちゃキラキラしてる。あ、まーちゃんのバッグだった。スカート。すごいキラキラスカートだね。見て、サンサンサマーのさ、スカートに似てる。ほんとだ。サンサンサマーのやつかもよ。サン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 太陽が。ほんまや、太陽サンサン。女の子。ほぉ、来た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 。いいいい。じゃあ開けます。次開けていい。せーので、サンサンサマーバージョンじゃん。なんかハートのケーキが。あ、これおーちゃんのバッグじゃない？なんかこれチェーンみたいにつけれるんじゃないの？おーちゃん、かわいい。あ、靴かわいい。かわいいね。キラキラです。どんな格好になるか楽しみだね。ね、はい。もう勝手にサンサン様だと思ってるから。じゃあこれこれこれ。せーので、パフ。メガネ。おーちゃん、あ、まーちゃんすごい。あ、かわいいやん。うん。メガネ。おお、ザマスメガネ。せーので、ヤキリンカ。うわ、ボトルかわいい。まーちゃんの足がみんな透明な感じだね。
これさ、サンサン様の靴に似てるんだよ。マジ？もうこれはもうサンサン様の衣装と家の中で決めようか。いい？せーので。うわー、なにこれ、うさちゃん。本当だ、バニーちゃんや。あ、これお茶のボトルも見せて。じゃーん、哺乳瓶。こっちのボトルも可愛い。じゃあ、いよいよドールね。いよいよドール。はい、せーので。お、かわいい。お、2つともかわいいね。え、なんかもーちゃんのさ、髪の毛なんかすごい鮮やかで、なんかキラキラしてるみたい。光沢がある。いいね、これ ね、めっちゃかわいい。私ね、ここがね、なんか青なんだよ。ちょっとグラデーションしてるね。ね、この子かわいい。服着せようか。ちなみに、じゃあその着せてる間に私ラインナップをね、見せたいわ。じゃじゃん、これは月で分かれてますね。そうなんだ。12月まで。ちなみに、おーちゃんのは3月のアクア、はい、おーちゃん、まーちゃんは4月のカツラ。カラッツ。あ、カラッツ。カラッツでした。これでもさ、誕生石とかちょっと意識してたりする？2月ってあのアメジストで紫なんだけどさ、紫でしょ。なるほど、うん。4月とかってダイヤモンドじゃん。はい、お洋服着せました、すごい。見て、ユニコーン。そういうこと。ねえ、これ完全にサンサンサマーだよね。ねえ、ほんと完全にサマってる。完全にサマってる。あー、倒れた。あとね、どうやらね、ギミックがあります。果たしてまーちゃん、おーちゃんのどんなギミックでしょうか。ギミック入れちゃう。入れちゃうでしょ。気づきました、色変わるんですよ。お胸が白いから、うん、ちょっとだけね、うんうん。あ、じゃあそこが色変わりそうな感じ。ここが色変わるんじゃないの。なるほど、じゃあ入れてみよう。氷水ありますから。いえー、キンキンに冷えたぜ。キンキンに冷えてやがる。じゃあまず、まーちゃんから入れてみましょう。変わらない。顔のそばかす、そばかすがすごく目立ったじゃない。確かに。温めて、温めて、パパ、温めて、温めて、温めて。どう？変わった？変わんないな。気のせい。じゃあ次、おっちゃん。ボトルからやっていいんですか？チューチュー。はい、入れました。飲ませてください。見ました。はい。多分、この子は違うんじゃない？他、なんじゃない？まーちゃんは？じゃあ、なんか泣いてた気がする。ほんと？うん。あ、確かに目から。あー、すごい。目から光線出てきた。めちゃ出る、目から。もう一回やって。いきます。はい。取れた？取れたけど、なんかパパの手に当たっちゃって、パパの手が邪魔。私やる。おお。いよいよ、おーちゃんさんの。じゃあ、プールの地獄のシャワー浴びてからね。あ、暑い、寒い、寒い、寒い。暑い。おお、すごい、すごい。一瞬で。あー、すごい、すごい。なんかめっちゃ変わったね。めっちゃ可愛いんですけど、すごい、すごい。もう一回入れてみようか、ちょっと待って。もう一回。おお、おお、すごい。おお。すごい。やっぱり色が変わるギミックが一番面白いね。よし、おーちゃんのはどこから出るんでしょうか。水。ちょっとそんなすると思わなかったから。アップしてほしい。ねえ。結局これ。やめてやめて。私は逆に止めたいんだけど。やめてやめて。めっちゃ止めたよ、私喧嘩を。じゃれ合いです。びしょびしょです。はい、この大きいボックスとビーズアクセサリーは札遊びでやりたいと思います。はい、はい、見てね。札遊び見てね。というわけで、今回は LOL サプライズさんからのプレゼントを開封しました。イエーイ。いやー、本当にプレゼントありがとうございました、ね、ありがとうございました。皆さんも店頭で見かけたら見てみてください。はい、かわいいのばっかりね。2人ともどうでしたか、いろいろ見てみて。
いや、とってもね、カラフルだし、女の子たちがすごくね、いろんな髪型とかしてて、それやってみたいなって思いました。おちゃんは？水で濡れて、白で目立たなくてよかったです。最初は普通にスーツケース開けて入れるかと思ったら、プレゼントをくれたってびっくりして、パジャマとかすごい着たいです。てかさ、おーちゃんもまーちゃんもスーツケースを鍵を開かない時もうすうす気がついたんじゃない？ニヤニヤで笑ってんじゃん、おーちゃん。おーちゃん気がついたなと思った。そうだな。パパね、怪しいんだよ。俺はドキリドキリする時いつもパパ怪しい。行かないな、このドキリで俺いない方がいいね。え、でも分かんなかったよ、最初さ、なんか準備してる時。じゃあドッキリ大成功、大成功、大失敗。どっちやねん。あ、そういえばこれパッキングするんじゃなかったっけ、中身。そうだね。じゃあしちゃいましょう。イエーイ。詰め詰めしましょう。そう、なんかね、LOL LOL 持って旅に出よう。イエーイ。閉じます。はい、はい、よし、オッケー、よし、旅に出るんだ。いってらっしゃい。グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひまわり咲いたらじゃんけんぽい。皆さん、チョキを出しました。勝った人は明日ちっちゃいスーツケースがもらえるかも。 LOL の旅に出られるかも。バイバーイ。行こう、今日で行ってきます。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。